わこつです。はい、わこつです。いやー、ちょっとね、皆さんの前で今これしたいのは山々なんだけど、どうしよう。迷うな。するか。じゃあ、ちょっと待って。そんな葛藤するんならせんでいいやん。優しいな。そこはボンちゃん優しいな。ボンちゃんマジ優しいじゃん。動画に楽しみとっとこうやめろって腹筋かき割れる。いや、あえて今動画を。で、普通で。どう、Go to the future。そんなことが、Go to the future ってまさかの Back to the future みたいに、時速888マイルで、まさかの移動、軸移動ですか。大丈夫さ、前に進もう。太陽をいつも胸に繋がって伝わるパワー。願いを捕まえようよ。でっかい波に乗ろう。力いよいよ、じゃあちょっと実験してみますか。ちょっとこれを動画にするかもしれません。てかするわ多分ね。このうまくいくわーくてかわ任せろ。じゃあロケットマン、ロケットマンのね、旅トムズワーカーズの家から、あ、6番ドック、6番ドック、近い近い。6番ドックから行くか、じゃあ。さあ。え、これ行ける行けるよね。ボンちゃんが言ったもんね。ボンちゃん、落下ダメージがないって言ったよね、まず。頑張れをやめろって腹筋かき割れる。落下ダメージはないんだよね。いけると思うよ。ドキドキ。よし、荷物もそんな困らない。いや、じゃあ、じゃあ、ね。歴史的瞬間です。ロケットマンが。ロケットマンが海に飛び出す。素敵なロケットマンツアー。お前ならいける。前してたの見たような気がしないでもないような。いや、俺もね、忘れた。俺もでも、なんだっけ、いける派多いし、いけると思うよ。なんだっけ、ジェットコースター動画っていうのを見、そうだ、お前ならやれる。俺ならってどういう意味だ。ジェットコースター動画とかでこういう落下、臨場していける。じゃあ、いける。行くぞ。行くぜ。さあ、出発。ロケットマンは速度もブレーキもコントロールが一切できません。行ってきます。一回行くと、もうね、後戻りができないっていう。さあ、挨拶してくれてたな。お願いします。行くぜー。まず問題点1、届くのか ?2、落下ダメージを受けないのか。その2つを乗り越えた瞬間に、歴史的、ね、瞬間というものが生まれるわけですね。さあ、上に登って、何このアトラクションのジェットコースターの上に登っていく気分。怖いよね、このゆっくりカタ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 で上がっていく、本当にね、あ、ちょっと待って、ちょっと、ちょ、ちょ、ちょ、
頑張れ頑張れ頑張れ、あ、登り切った登り切った、さあ来たぞ、さあ果たして遠くか遠くか、あれルフィ、ウソップ、サンジ、マル、マル、届かねえ、届かない、わらわら、わらわら、おいー、スカッ、スカッ、やめろって腹筋かき割れる、わらわら、届かねえ、くそーと、こっちか、いや、いや、落ちな、降りたよ、降りたって、海面に落下すると即死だもん。ちょっとボンちゃん、ボンちゃん伸ばそう、下ボンちゃん下伸ばそう、なんでそこはそれ言い過ぎだろ、なんで届かないだけで人間まで、てか俺トナカイだけど、しかもミホークさんついてくるとか言いながらついてきてないしね、俺が失敗した瞬間降りたでしょ、そうだぜ、ちょっと伸ばそう、ボンちゃん、ボンちゃんあそこ伸ばそう、え、来るのミホークさん、ミホークさんなら届くんじゃね、これミホークさんなら届くんじゃね、死んだ、どこで死んだの今、全くで、ボンちゃん青い羊毛とかランタンセッティングして、あ、ここは俺がやらなきゃ、はい、あとは上行ってみっから試しに、え、上行くの、え、なんでえ、違う、あ、こう上に上げよう、あ、そのまま下げる、あ、オッケーオッケー、あ、それでもいいよ、あ、いい、今のやり方でも全然いいよ、あ、なるへそ、あ、分かってる、まあ、うん、あ、意思疎通が、はいはい、そうあと1個だな、で、最後はランタン、2人とも息が合わない、あけまと、あけまってなんだ、おかまとトナカイじゃ息が合わない、乙女は不器用なのよそうか、なるほど、さあこれで届くんじゃね、あそこからねえ綺麗だよね、あ、本当に綺麗だ、ランタンこんなに使ってたんだな、ポンちゃんこれ届くと思う、チャレンジ、レッツチャレンジ、届くと思う、届くよねこれだったら、実験しよう、じゃあちょっともう一度、あれ、はい、じゃあね、伸ばしました、ロケットマン、海に飛び出すロケットマンが今ここだよね、ありがとうボンちゃん、さすがボンちゃん、ついに来ましたよ、上いた、ミホーク上にいた、よし、じゃあ俺も上に行こうかな、じゃ行ってくるぜ、めっちゃ頑張ってるね、わらこれだけ伸ばしたらいいんじゃないかな、わかんないけど、え、ちょっとなんでこんな水をいっぱいある場所をあえて真ん中に落ちたの、さあボンちゃん来たよ、よっ、さーて、じゃあフランキーハウスに戻りましょう、フランキーハウスじゃないな、トムズワーカーズに、ね、ロケットマンが待ち構えてるあの建物にね、よし、じゃあ行くぜ、俺はどこに行こうとしてる、トロッコ2人ともあります、トロッコ今取った、後ろ上の風呂の時間が迫ってきてるんだよオッケーオッケーオッケー、はい、じゃあ急ごう、行くぞ、どこでも通路から行くぞ、あ、そうなのか、まあいいや、あの、実験にまた届かないとか、そういうオチがあれば、また、あの、トロッコは無駄になるから、俺途中で下車するから、海底で死ぬのはごめんだ、俺は。いや、ボンちゃん、早くね、びっくりした、いきなり顔面リジェクトダイヤルの方が画面に出てきたから。フランキーハウスとか、いや、ごめん。え、なんだ、あのクリーパーいんの、助けて、絶対爆発させないで。
ナイス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 おいおい、退散かい。任せろ、あとは任せろ。おい、骨爆発されたらたまったもんじゃないからね。これはちょっと、なし。よし、じゃあ、さあ、奇跡の瞬間を皆さんにお届けするときが、ちょっと裏にみんなついてきて、みんなで行く？みんなで列車的に行く？もう死ぬときは一緒、三人、ね。桜の木の下で、桃園の誓いでも、交わしますわ、これ。ね、ちょっとオケっぽいじゃん。オケじゃない。この中に酒でもいい。トロッコに。ね。じゃあ、死ぬときは、みんな一緒だうん。まさかのね、この、造船島で、桃園の誓い。造船の誓いだな。造船、おお、おっと、俺を、さあ、みんなついてこい、早く来い、早く来い、早く来い、早く、早く、早く、遅い、遅い。さあ、俺たち兄弟、ちゃんとついてくるんだぞ。誰も来ない、ごめん。ちょっと待って、誰も来てねえんだけど、これだけ、あれ俺たち、誓った仲だろ。お願いします。前見てろ。はいはい、上がっていきます、上がっていきます。俺今言った。よし、俺が失敗しても下車するなよやっぱり杯交わさないとな。そう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 、あと5分しかねえ、やべえ。さあ行くぞ、さあ届け、届くか、見えない。さあ、だけどこれは届くんじゃ、さあ来たー来たぞー、マジで来たー、すっげー、パチパチパチ、最強ー、パチパチパチ、そしてイエー、パチパチパチ、あれあれ、海に飛び出すはずだったんだけど、あれ、増築神田はやめろって腹筋かち割れる感動したちょっと待って。この、30センチぐらい引っかかった。奇跡の瞬間です。奇跡の瞬間をカメラは捉えました。パチパチパチ。起きた、笑。起きた、助かった、笑。ゲラゲラ。引っかかるんだね。あと1か。あと1発。ちょっと待って。こうしとけばよかったんだー。ボンちゃん行くんだ、ボンちゃん行け、ボンちゃん来るんだ、ボンちゃん、ボンちゃんなら行ける、ボンちゃんなら行けるぞ。止まって見えませんでした、あれ、奇跡の瞬間を止まって見逃してしまった。来た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 ぞ。あ、やばいやばい、見えない見えない、行ったー、沈んで沈んで、回転落ちて死ぬコース。パチパチパチ。わらわら。なんだよーもう。結局かーい。お釜を沈めた。わら。これは事故だ。これは事故だ。能力者は使えない道になったね。やめろって腹筋かち割れる。本当だ。ポンちゃん。いや、あの線路にね。いや、俺本当に勢いを信じてたから、あの線路に乗ってちゃんと NS ロビーに行くっていうね、いや最高のシナリオだったんだけどね、意外と空中で、あの慣性の法則がないということが分かったので ね、空気摩擦が強いということが分かったので、残念ながらこれもあの、そうだな、そうだな、あそこをあっちに、の、繋がるように、下を作ろっか。いいじゃん。ちょっと、ね、ボンちゃん、ボンちゃん犠牲になったけど、ボンちゃんらしいよ、犠牲のなり。ね、もうに、犠牲になるキャラがもう、そうしよう。そしてロケットマンでNSロビーに行こっか。いやいや、やめろって普通に。いやいや、すまない。犠牲キャラだもん。しょうがない。今。はーい。というわけでね。伸ばして、エニスロビーに行けるぞ。ボンちゃんのアイテム回収しなきゃだな。あ、決めたわ。まず頑張れ、俺は風呂の
後寝るからさ、おやすみ。はい、お疲れ様でした。じゃあつなげます。じゃあお疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさーい。